南伊豆町の山里です。近くで農家を悩ますイノシシやシカを精肉にする会社ができました。モリモリと言います。昔のような山を取り戻すのが目的です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こうやって石垣見ると崩れて下に石が落ちてますけど、これはイノシシがミミズとか小動物を食べるために石垣の石を落としてここまで落ちてきちゃって。なるほど。これみんなシカなんですね。シカですか、はい、シカがこの道を歩いてきて自分の首の届くところまでみかんを枝この葉っぱをですね食べちゃうんです。なるほど、はい、シカやイノシシを捕獲しても引き取るところがないために 6,7 割は捨てられてきました。去年の11月林業家でプロの漁師でもある黒田さんが捕獲されたシカやイノシシを人の役に立てるため精肉にする会社を作りました。やっぱ農作物被害出てますからね、はい、やっぱ駆除しないには増え続けて困りますからね。こちらできましたので助かってますけどね、はい、今精肉しているのは何ですか。イノシシの肩ロースを、トリミングって言われる要は成形しているところですね。イノシシの肉は5日間熟成することで硬さや臭みを抜いています。黒田さん、これが何ですか。これはあの鹿のハンバーグなんですね。これは売ったりすることもあるんですか。そうです、あのイベント出店とかした時にあのよく出してます、はい、うん、はい、美味しい。そうです、うん。イノシシや鹿の害の対策と里山を守っていく姿勢が評価され、第4回志津銀企業家大賞の優秀賞を受けました。山にまだ廃棄されている野生動物がいるんで、そういったものをこう全て使い切れるような仕組みにしていければいいと思ってます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。